次に松原仁君。今の徳永委員のですね、質問というのは非常に重要なことを言っているわけでありますが、これは通告もしておりませんし、質問ではありませんが、一つはですね、この日米の貿易のさまざまな取り決めの中で、自動車に関してアメリカが日本側に売れると、その代わり日本側が農産物等によっておいてはアメリカの要望に一定折れるというですね、バーターと言っていいかどうか分からないけど、そういう関係がおそらくあった外務省のこのディールの中に、そう思います。で、その自動車に関してはもう全体で双方の国が認めているにもかかわらず、ずっと引き延ばしになっていると、大変な問題だと思うんですよね。なぜかというと、自動車の世界はこれからですね、いわゆる電気自動車の世界に入っていく、ガソリンの自動車等を含めて世界の中で禁止をされるかもしれないというですね、将来的な動きがあるときに、日本の強みはこの電気自動車ではないわけでありまして、ガソリン自動車における強みを発揮することもなく引き延ばしになって、結局ですね、餅を食えないで終わってしまう。私はこれ、外務省はものすごい日本に対する国益の不利を与えたということで、そこまでまだ言ってませんが、もうすでに自動車業界は大きく電気自動車に移っていることで、我々がメリットを享受する時間軸を外務省の交渉でおびただしく失っているということは明確に申し上げておいて、国益を守っていないということは指摘をしておきたいと思っております。その上で、今回のこのセーフガードのあり方をもう一回見直した、この見直しのときに本来であれば外務省はですね、アメリカに対してこれ見直すをするならば、当然今言った範囲の問題等々、そこを突破してもアメリカはですね、さらに時間の引き延ばしをやってきた可能性がありますけれども、少なくともその4ヶ月後に設定されるべき中身をきちっとですね、これは条件だと、セーフガードをもう一回いじくるならばこれが条件だと、これぐらいのディールをしなかったら全くやられっぱなしであると私は思っております。ちょっと総括的な印象論でありますが、林大臣、感想を教えてください。林外務大臣。今委員からるるご指摘があったところでございます。感想というのもなかなか申し上げにくいところはございますが、この具体的なやり取りについてはですね、ここで、この時にこう言った、あの時にこう言われたと、こういうことはなかなか申し上げにくいところでございますが、先ほど徳永委員に のご質問にお答えしたように、この合意事項に入っていることに基づいてですね、しっかりと、協議を続けていきたいと、こういうふうに考えております。はい、松原君。非常に残念な答弁でありまして、これだから日本はですね、対米従属と言われ続けてしまうんだろうと私は思います。率直に申し上げたい。さて、今回のこの議定書に関してでありますが、日米貿易協定のこの交換文公文においてセーフガードが発動された場合、発動水準を見直すという、先ほどの徳永インドの質疑の中でも、今回の新しいセーフガードの基準だと、その2年前のセーフガードの発動はなかっただろうと、こういう話になっているわけでありますが、こういうですね、どんどん日本側が譲歩するセーフガードの議論をやっていくということが、そしてそれがですね、今回作られた経緯、非常に日本にとってはですね、プラスではないと、ウィンウィンだと無理に言っているようにもう見受けられますが、プラスではないと思っておりまして、このアメリカ側から確かに交渉としてはタフな交渉だったかもしれませんが、今言ったトータルとして考えたときには、全くもっとこれ、厳しい日本側の立場をですね、改善する努力が不十分だったと思っております。この日本の攻撃にこういったセーフガード措置の見直し、それからこの交渉自体、どういうものか、経緯も含めてお答えください。沼津経済局長。お答え申し上げます。日米貿易協定に関連して作成されました日米政府間の交換公文上、牛肉セーフガード措置が適用された場合に、
適用の条件を一層高いものに調整するために協議するということになっております。これは我が国の交換公文上の義務でございます。これは当時日米貿易協定の交渉の結果として全体のバランスの中で設けることになったものと認識しております。本改正議定書でございますけれども、これにつきまして政府としては国内生産への影響を可能な限り抑えるという観点から最善の結果を得られるよう対応するという考え方のもと、米国単独水準、米国単独発動水準の大幅な引き上げを求める米国側との間で約1年間にわたり粘り強く協議した結果、 TPP の範囲内と言い得る内容で合意したものというふうに認識しております。本議定書の締結によりまして、米国産牛肉のセーフガード措置が新たな仕組みの下で運用されることになりますが、セーフガードの目的である対象産品の輸入の急増への適切な対応を引き続き確保するとともに、日米経済関係の一層の発展を促すことが期待されます。松原君。そういう答弁をですねせざるを得ないんだと思っておりますが、要するに日本側はさらなる譲歩をしたというのがどう考えてもですね常識的に見ればそういうことになってしまうわけであります。日本の食料安全保障の観点から今次改正によるよって我が国がどのような利益があるのかと、利益はまあないんだと私は思っておりますが、利益があるのかと、国内畜産農家に対してしかるべく説明をし、そして理解を得られているのか、ご質問します。伏見大臣官房審議官。お答え申し上げます。今回の協議は日米貿易協定に関連して作成された日米間の交換公文に従い、発動水準を一層高いものに調整するという論点に絞って行われたものであり、日米双方の利益のバランスを図る性質のものではございません。その上で今回の合意内容は、米国単独の発動水準を維持した上で当初の TPP 協定の発動水準を合計輸入数量に適用することで、実質的に当初の TPP 協定の下でのセーフガードと同様の効果を持つものと考えております。この合意内容について国内の関係者の理解を得るため、合意内容発表の翌日3月25日に生産者団体を含めた説明会を開催したほか、それ以降も説明の機会を設けてきたところでございます。その際、生産者団体から本合意内容について懸念や反対の声はなく、これらの説明を通じて今回の合意内容に対する理解を得ていると考えております。松原君。農水省はねもっと怒った方がいいんですよ。これそれは政府の一員だから、丸めてそういう話をするんだろうけど、農水省からすればこのセーフガードをですね緩和するなんていうのは全くもって納得できないと。しかも、経済産業省も今日来ているかどうか分かりませんが、経産省的にはですね、日本の強みである自動車とその部品に関しての関税撤廃は、一歩も進んでいないと言っても、それはそうじゃないと言えないような状況であります。農水省はもっと怒るべきだというふうに思っております。次の質問に移ります。台湾に対して中国が武力統合という可能性を否定しないで今日至っている、このことについてご質問いたします。日本の外務省はおとといの私の質問でも申し上げました、台湾両岸関係をめぐる話は直接の話し合いを通じ平和に解決されることを望むとこう言ってますが、具体的なイメージを教えてください。三重大臣官房審議官。お答えいたします。ご指摘の点についてですね、そうした、イメージということについて、具体的にこの場で日本政府の方から、定義するないしは申し上げるというようなことというのは差し替えたいというふうに思います。委員ご指摘のとおりですね、台湾をめぐる問題については台湾により平和的に解決されることを期待するというのが、従来より一致した立場でございます。以上。松原君。中国が武力によって台湾を統合する、併合するということは、これはもう当然、我々の外務省の発想も含めて、日本側の
この原則とは違うということは明確におっしゃっていただけますか。三林大臣官房審議官。我が国はですね、1972年日中共同声明というのがあるわけでございますけれども、これを踏まえ、台湾との関係を政府間の実務関係として維持していくと、また台湾海峡の平和と安定は日本の安全保障はもとより国際社会の安定にとっても重要であり、台湾をめぐる問題が台湾により平和的に解決されることを期待するということをこれまで一貫して表明してきていることでございます。松原君。はっきり答えた方がいいんですよ。なんかそうやってはっきり答えないから日本は発信をしない国と言われてしまう。中国が武力によって台湾を統合するのは我々は認めないと、それをなぜ言えないんですか。もう一回確認しますが、中国が台湾を武力統一することは日中の共同声明に違反すると、我々の認識としてですよ、明確に発信するべきだと思いますが、発信できないんですか。大臣お答えください。三林大臣官房審議官。恐縮ですが、先ほど申し上げましたとおりですね、1975年、日中共同声明について、これを踏まえて、われわれ台湾との関係を非政府間の実務関係として維持していくということをしていて、また台湾海峡の平和と安定は、日本の安全保障はもとより、国際社会の安定にとって重要であり、台湾をめぐる問題が台湾により平和的に解決されることを期待するということを、これまで一貫して表明してきているところでございます。委員長。松原君。大臣もお立場があるのでご発言をされないんだろうというふうに思いますけれども、こういった部分でやっぱりそれなりのですね、発信をしていかないということは、言ってみればですね、日本はその中国に対して極めて正当な主張もしない国家だと言われるそしりがあると私は思っております。次にですね、台湾問題はそれぐらいにいたしておきまして、次の質問に入ってまいりたいと思います。これはですね、ウクライナ4州をロシアに編入すると、プーチンは一方的に主張したわけであります。で、歴史というのは繰り返すというふうな言葉もありますが、独裁者というのは同じようなことを繰り返す要素があると私は承知をしておりまして、かつてヒトラードイツがですね、チェコのズデーデン地方に進駐したとき、あの時にはですね、彼はこう言ったんですね。チェコにいるドイツ人の人権がまさに大きく損なわれようとしていると、いわゆるそこの人たちが抑圧を受けていると、したがって我々はズデーデン地方に併合するんだと。で、当時の映像を見ると、旗を振ってドイツ軍の進駐をですね、狂気をして迎えている、ドイツ系の住民の映像が載っているわけであります。それで結果として、こういった先端が開かれていったわけでありますが、今回のプーチンのこの4州の独立、2州の独立および4州の併合というプロセスは、全くですね、歴史としてヒトラーのズデーデン地方に対する進駐とストーリーが一緒だと、つまりウクライナにいるロシア人が抑圧を受けている、ヒトラーがチェコにいるドイツ人が抑圧を受けている。言ったのと全く同じレトリックを使っているわけでありますが、この類似性についてどうお考えかお伺いします。池上大臣官房参事官。お答え申し上げます。委員ご指摘のナチスドイツによるズデーデン地方併合と申しますのは、ナチスドイツがドイツ系住民が多数を占めるチェコスロバキア領ズデーデン地方の自国への帰属を主張いたしまして、1938年にこの地方を併合したこと、これを指すものと承知しております。第二次世界大戦前と現在とでは国際情勢も国際法体系も異なっておりまして、ズデーデン地方の併合と今回のロシアによる併合、いわゆる併合ですね、これを比較して一概にお答えすることは困難なところがございます。その上で申し上げますれば、例えばズデーデン地方併合につきましては、1938年、英独仏意首脳によるミュンヘン会議が開催されまして、その場でこのような併合が認められたという経緯がございます。これに対しまして、ロシアによるウクライナ一部地域のいわゆる併合では、そのような会議は開催されず、
いわゆる住民投票と称する行為が行われ、ロシアが一方的に併合を行ったという、こういった相違点はございます。いずれにいたしましても、ウクライナ一部地域における住民投票と称する行為、およびロシアによるこれらの地域の違法な併合は、ウクライナの主権と領土一体性を侵害し、国際法に違反する行為であり、決して認められてはならず、強く非難するものでございます。松原君。まあ、その理由付けは全く同じように、そこに住んでいる自国国民、抑圧されていると、それを助け出す、そのためにこの行動を起こす、これはヒトラーがスウェーデン地方を併合した時の大義名分であります。プーチンの大義名分は、ロシア系住民がその地域において抑圧されていると、全く同じ図式であるということは、これは我々は認識をしておく必要があると。そして、今お話があったけれども、ミュンヘン会談において、それは前任されたという話でありますが、これをですね、やっぱり認めてしまったことが、その後の大変な大戦争惨禍に及んだということは事実であって、私はその意味において、このプーチンの野心というのを、どうでどう抑制するか、確かに極めて難しい議論でありますが、それについてはですね、やっぱり我々はきちっと行動しなければいけない。もっと言うならば、同じような独裁的な国家、権威主義の国家に対して、我々が明確なその議論をし、反発をする、それがこういったロシアの暴挙を食い止める、間接的であるけれども、有効な手立てであろうと私は思っております。したがって、中国のこの間の共産党大会において、台湾における武力併合を、否定しなかったことに対しては、先ほど私、あえて申し上げましたが、日本は日中のこの宣言に違反するものとして、われわれはそれは断固認めないというふうな発信をすることが、間接的にはこういったさまざまな議論に関して、世界の平和を、そしてもう一回暴挙になるようなことを抑制する手法だと思っております。ぜひ林大臣にはお考えをいただきたいというふうに思っております。次に、拉致問題についてお伺いをいたします。先般の質問でも時間が十分でありませんでしたので、続けませんでしたが、このアメとムチといいますか、北朝鮮が拉致について前向きに行動した場合にどういうメリットがあるか、前向きに行動しないときにどういうデメリットがあるか、私は認定被害者をある程度絞り込んだ上で、これはこの後質問にいたしますが、こういう話をしました。で、このメリット、北朝鮮にとって拉致解決をする、そのメリットに関しても、それは日朝平和宣言、その他あるわけでありますが、どういうふうなメリットがあるのか、これはですね、明快にしていく必要があるだろうと思っておりまして、この間は人道支援と考える食料支援、この具体的な手続きについて、どういうことになるのか、これをですね、この場で議論することも、一つの北朝鮮に対するメッセージになると思っております。お答えください。三林大臣官房審議官。お答えいたします。その今後、北朝鮮に向けてのですね、支援ということについては、仮定の質問でございまして、またその方法や手続きにはさまざまな可能性があることから、予断を持ってお答えをすることは差し控えと思いますが、その上で申し上げれば、例えば2004年の8月に、我が国から北朝鮮に対して支援を行った際は、世界食糧機関 WFP でございます、国連児童基金ユニセフ、それから世界保健機構 WHO といった国際機関を通じて食糧支援をなどを行いました。で、北朝鮮に対する対応ということについては、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的解決に向けて何が最も効果的かという観点から、普段に検討を行ってきており、今後も検討していく所存でございます。委員長。松原君。こういった議論をですね、明確にして、北朝鮮側がこのメリットで動くかどうかって若干疑問がありますけれども、やっぱそういったものもあるんだというのは、この訴状に挙げる必要があると思っております。二つ目、制裁があります。制裁は最高度の制裁をしていると言っておりますが、まだ不十分であると、まだ他に制裁の余地が残されていると、前回の質問でも申し上げました。朝鮮総連の約350人といわれる中央委員や専属職員の全員を対象とした再入国禁止を実行するということは、これはそれをアナウンスをして
行うことはかなりのインパクトあると考えておりますが、その現実の可能性、こういったものをまた検討したことがあるのか、お伺いしたい。三林大臣官房審議官。お答えいたします。ご指摘の再入国禁止措置の対象ということについて言えば、関係省庁の情報に基づいて政府全体として総合的に判断をしてきていることでございます。でその上でですね、北朝鮮に対する今後の対応ということについて申し上げれば、先ほども申し上げましたみたいに拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決に向けて何が最も効果的かという観点から、今後とも普段に検討していくと、そういうことでございます。松原君。委員長、やっぱりね、この場でこういったことは考えられるというぐらいの発言をした方が、それは一つの理屈として言ってるんだから。今最高幹部に関しては再入国禁止になっている。しかし350人とも言われている、実は分かりません。そういった社に対してもそういったことを行う、次の大事段階として、そういうですね、制裁措置のさらなる発動というものを明確にしなければ、北朝鮮という国は拉致の訴状に乗ってこないと、拉致問題解決の訴状に乗ってこないというのは、我々がもうこの20年間で感じていることであります。しゃがみ説法でありますが、なぜ5人戻ってきたのか、ブッシュ米大統領が悪の枢軸といって、大変な威嚇を加えたことによって、北朝鮮側が拉致問題、それまでないと言っていた拉致問題を認めて5人戻したというのは、我々の認識であります。2つ目は、金正恩委員長に対する資産凍結、アメリカはすでにやっていると、個人制裁。これに対して、特に今言われているのは、核実験等が行われたときにはですよ、さらなる EU やイギリスやオーストラリアも行う可能性があるんじゃないかと私は思っております。そのときに、さらに彼らの国に比べて、拉致問題に対して大きな一つのさらなる課題を持っている我々の国は、彼らの国が、他の国が金正恩のこのいわゆる資産凍結を宣言する前に、すでにアメリカは宣言しているわけですから、日本もそれを検討し、考える必要があるというふうに思っておりますが、答弁をいただきたい。三林大臣官房審議官。お答えいたします。北朝鮮に対しましては、度重なる核実験や弾道ミサイルの発射等を受け、国連安保理が国連憲章第7章の下で行動し、国連憲章第41条に基づく措置を取るとして、これまで類似の安保理決議が採択され、特定品目の輸出入禁止や資金移転防止措置と、極めて厳しい措置が課されてきています。これに加えて我が国自身の措置として、北朝鮮とのすべての品目の輸出入禁止等の措置を取ってきており、北朝鮮への人、物、金の流れを厳しく規制する措置を実施してきているところであります。その上で、政府としてはですね、こうした状況も踏まえつつ、北朝鮮に対する対応については、これは先ほど来申し上げていることで恐縮でございますけれども、拉致核ミサイルといった諸懸案の包括的な解決に向けて、何が最も効果的かという観点から、普段に検討してきており、まだ今後も検討していくということでございます。一応、松原君。質問に答えてもらったのがいいと思うんですよ。私は金正恩に対する、金正恩総書記に対する制裁措置というのを検討するぐらいは、やっておかなければならないと、アメリカやってんだから、前から言ってる、これは。だから、やっぱりその核、拉致核ミサイルはそれは結構ですよ。ただ私はこの拉致問題に照準を合わせて言ってるわけですが、これを含めてですね、明快な北に対する圧力を増やすこの議論というのを、こういった場では最低限してもらわないと、私は拉致問題はいつまでたっても解決できないと思ってます。3番目。これはですね、国連の北朝鮮人権非難決議の提出国、かつては日本はいわゆるペンホルダーっていうんですかね、提出国として EU なんかと一緒にやってきていた。それが今日はですね、もう共同提案国になっている。提出国をやめてしまっていると。私は提出国に復帰をするべきだと、このように思っておりますが、ご意見をいただきたい。石崎大臣官房審議官。お答え申し上げます。国連人権理事会における北朝鮮人権状況決議についてのお尋ねがございましたが、
拉致問題の解決に向けたメッセージを国際社会が継続して発出することの重要性や、北朝鮮をめぐる諸情勢を総合的に勘案した結果、本年4月に国連人権理事会において採択された北朝鮮人権状況決議については、我が国は共同提案国となりました。今後の、対応についてでは、今後の対応につきましては、現時点で決まっておりませんけれども、我が国として諸情勢を総合的に勘案しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。議長、松原君。要するに提出国で文案を作る、ペンホルダーというらしいですが、ここに参加をするのか、文案を作るのは EU に任せて、我々は共同提案国になるのか、重みが違うわけであります。本気で政府が拉致問題を解決しようとするならば、これはですね、提出国になるべきじゃないかと私は思ってるんですよ。メッセージとして、よろしければ大臣お答えいただけますか。林外務大臣。この委員もご案内のとおりですね、この2019年の2月に、第2回目の米朝首脳会談が行われました。北朝鮮をめぐる諸情勢、総合的に検討した結果、この人権理事会における決議案を提出しないこととした経緯がございます。このそこからこういう状況になっておるわけでございますが、その後こういう状況になっているわけでございますが、この今後の北朝鮮人権状況決議への対応、これは決まってないわけでございますけれども、我が国としては諸情勢を総合的に勘案しながら適切に対応してまいりたいと考えております。松原君。我々の本気度をですね、私が担当大臣終わった後も若干北朝鮮側のですね、エージェントと議論するときに、彼らはその我々の本気度を疑っているという議論があるんですよ。これは私にそれを情報を伝えた人間複数名の勘違いかもしれない。しかし本気度を疑われているということ自体が、怒りが伝わっていないということが、ナンセンスでありまして、その意味では我々はですね、こういったところで本気度を示す必要があるのではないかということを強く申し上げたいと思っております。時間がだいぶ巻いてまいりましたので、朝鮮総連への破産申し立て、これもメニューとしてあると、北朝鮮に対しての制裁メニューはまだまだたくさんあるということをもう一回です、ね、申し上げて、最大限の制裁をしているというのは真っ赤な間違いであるということをこの際申し上げておきたいと思っております。次にですね、いわゆる、その認定被害者の拡充という問題についてお伺いしたい。警察庁において認定被害者を確定する作業は今どのように進んでいますか。早川、長官官房審議官。お答えいたします。警察におきましては、拉致容疑事案と判断している事案以外にも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案があるとの認識のもと、警察庁に設置されております特別指導班、その体制は10名程度でありますが、この特別指導班が都道府県警察を指導し、所要の捜査調査を推進しているところでございます。松原君。鋭意進めてもらって、松本京子さんは認定されましたが、他の認定被害者を増やすというか確定をする作業が必要だろうと思っております。そうした中で、平成18年3月8日の予算委員会において、麻生国務大臣が、政府が北朝鮮に対し平成18年の日朝包括平行協議の際に特定失踪者34名のリストを提出した、こういうふうに言ってるわけでありますが、北朝鮮はこれに対してどういうふうな反応をし、現在どうなっているかお伺いします。二階大臣官房審議官。お答えいたします。当時もですね、そして現在も、政府として北朝鮮との間でさまざまなやり取りを行ってきてはいますけれども、そうした交渉の内容であるとかですね、現在までの状況、それはまさにその今後の、交渉やり取りに影響を及ぼす恐れがあるということでですね、明らかにすることは差し替えたいというふうに思います。その上で最重要課題である拉致問題については、まさにそのご家族もご高齢となる中です、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、政府として全力で果断に行動していく考えであるということを申し上げたいと思います。委員長。松原君。この時にですね、
麻生さんの答弁で、これに対し北朝鮮側はこの協議においてリストだけでは確認できないので、もう少し日本側からの関連情報が提供あれば、関連情報の提供があれば特定失踪者の捜査を行う旨の回答が来ているということでありますが、これについてはいかがですか。二階大臣官房審議官。ご指摘の部分も含めですね、その後のこの、政府がでは何をしたのかというようなこと、このあたりのですね、日朝間のやり取り、現在に至るまでの状況等は、先ほど申し上げたみたいに、今後に及ぼしうる影響に鑑みて、明らかにすることは差し控えたと思います。松原君。私はですよ、この間おとといの質問で大臣にも話を申し上げたように、水面下と水面上あっていいと思う。でしかしこれに関しては一定水面上に出すというのは外交の手法としてあるだろうと思っています。こういうふうに司会した、もちろん横田めぐみさんの骨が似せだったということも当然海外にも言わなきゃいけないだろうし、あの死亡診断書が全部インチキだったということも明確に言わなきゃいけない。そういったことはですね、表に出して北に対して公開質問状を出す、こういうふうなことを全くやらなくて、拉致問題が時間が経てば解決するなんていうのは全くありえない妄想であるということは明確にここで申し上げておきたいと思っております。次の質問に移りますが、外務省のこのなんていうんですかね、外交力というのは非常に重要だと思っています。私はキャッチコピーとして外交は内政を凌駕するという概念を、これからの世界を持つべきだと。国際間で決まった取り決めというのは国内の取り決めよりもはるかに強いインパクトを持つということは林大臣を含めてご案内だと思っております。したがって言ってみれば外務大臣というのはある意味で総理大臣を超えているぐらいの、ポジションだと。国益上それを担っていると。だから全力で死力を尽くして国益のために汗を流してもらわなければいけないというのは、当然の前提であります。外交は内政を凌駕する。その上で申し上げますが、今から10年以上前に、拉致のミッションで 毎年ですね、5月にアメリカに行ってですね、いろんな人と協議をしてきた。その時の団長は平沼さんだったというふうに記憶をしておりますが、その時にですね、行った時にアメリカの議員にほとんど会えなかった、民間の議員が行ったからということかもしれません。林大臣が行けばそれはきちっとですね、対応するでしょう。しかし民間議員が行った時に、その予定していた議員関係者とほとんど会えなくて、その秘書であるとかそういう人間に日本の平沼さん以下6人か7人いた国会議員が番組並べて会って話をする。もちろん秘書官が無意味だとは言いません。しかしやっぱり家内の傾聴から言ってちょっと違うんじゃないかと思いました。その時議論があったのは、アメリカのそういった議員500人を超える議員に対してのアプローチが不十分ではないかということであります。外務省として課題や問題が発生する都度にそれに関係する議員に対して働きかけを行うというのは、それは日米貿易交渉でも当然であります。しかし日頃からアメリカの連邦議会の議員等に関係を構築するというのは必要であって、具体的にどういうことかといえば、簡単に言えばですよ、その議員の誕生日には花を持っていく、これ極めて重要だと思いますよ。その結婚記念日にはチョコレートを持っていく、その第一秘書か第二秘書か分かりませんが、秘書官の誕生日には、このなんか、チョコレートケーキと花がいっちまったから、ほかなんかあるかもしれない、もう花をまたもっと大きな花を持っていく、その秘書官の夫婦の結婚式には、なんか持っていくと、こういうことっていうのは、大変に重要なんですよ、実は。そういう滑りをよくしておけば、日頃から、おそらく平沼ミッションといったときも、それなりに会えたと思うんですよ。私はそういうふうな、いわゆる連邦議会の議員との関係構築を行うことが、ロビー活動と言ってもいいんですが、案件があってやるんじゃないと、平勢からやると、500人いるんだったら、そういう人間が100人いれば、それはすごい好景気になると思っております。このことに対して、これはですね、あえて外務大臣、ご所見をお伺いしたい。林外務大臣。外務省といたしましては、この現地の大使館やですね、総領事館を通じまして、日頃から広く米国連邦議会議員や、州議会議員との関係構築に努めてきておるわけで、ございます。今、委員がおっしゃられましたように、花束を送ったり、
チョコレートケーキを送ったりしているかどうかはですね、ちょっと手元に資料はございませんが、この連邦議会議員やですね、州議会議員のこの訪日ですね、向こうが来られたときに、この我が国の経済社会及び文化への理解を促進する取り組みを行うとともにですね、この我が国及び国際社会が直面する諸課題について意見交換を行うなど、我が国の立場への理解、支持の獲得に努めてきております。先日もサリバンさんというですね、アラスカの上院議員が来られまして、この表敬のご依頼がありましたので、私も旧知の間柄でございましたから、お会いして意見の交換をしたわけでございますが、こういうことも含めて、より多くの議員とのですね、友好的かつ建設的な関係、これは非常に委員おっしゃる大事なことでございますので、人的リソースやですね、予算もしっかり確保して努めてまいりたいと思っております。松原君。今、予算を確保してきっちり対応すると、非常に重要な発言だと思っております。少なくとも平沼ミッションで行ったときにですね、想定するだけの議員に会えなかった。私はそう認識している。議員の秘書にしか会えないと。しかと言っちゃいけないけど、こういうですね、ことが民間議員外交でも起こらないように、僕はこれはシステマティックに、30人かのアメリカの連邦議員には、システマティックに、この議員の担当は誰々さん、この議員の担当は誰々さん、で最低限2週間に1回ぐらい、その事務所に行って雑談をする、そういうことをね、組織だってやるということの重要性は、極めて強いと思っておりまして、そのための予算を獲得するという話ですから、非常に期待をしております。こうした中で、いわゆる従軍慰安婦の決議がアメリカで挙げられたことがありました、舞い込んだ議員ですね。でこの時にですね、39対2かなんかで挙げられてしまったということであります。私は日本サイドの立場に至って、少なくとも私はこの従軍慰安婦というものは、その実際はですね、そういったいわゆる従軍慰安婦はなかったという立場であります。しかし、このことを申し上げるまでもなく、それに対して違う立場であろうと何であろうと、日米がですよ、より強固な同盟関係であるにもかかわらず、このような決議が上がること自体は、日本の国益にとって大マイナスであり、我々の先祖に対しても申し訳ないと、我々の後世の子孫に対しても申し訳ないと、そういう話になってくると思っているんですが、これは食い止めることができたのかできなかったのか、その辺はどうなっていたのか、お伺いしたい。大臣官房審議官。ご指摘のですね、米国会員におけるその決議ということが2007年にございました。その具体的なですね、米側とのやり取りについては説明の相手方との関係ともあるんですけれども、ただ我々としてですね、こうした問題についての日本政府としての立場、考えということは、その時点において、さまざまな形で、さまざまな関係者に対して、働きかけというのはいたしました。ただ、残念ながら結果としてですね、そういうふうな形で、決議案が、米国の会議で採択されたということ、これについては大変残念だったというふうに思っております。松原君。あえて言葉を選ばずに言うならば、外交的な敗北をしたと、私は思っております。敗北をしたと、少なくとも日本とアメリカとの関係の中で、こういったものをアメリカの連邦議会で採決をされ、可決されるというのは、ものすごい私は日本にとっての屈辱であると思っております。これを何としても阻止をするという努力をしたんだろうけど、今の話で、でも39対2かな、2人しか日本側にの意向に従った人はいなかったと、もっと接戦まで持っていくべきですよ。こういうのも含めて、今言った人的なつながりがない、人的なつながりを日常から持つ努力をしないという、私は外交的敗北であるというふうに思っております。で、こういう外交的敗北は、先ほどの日米貿易協定のものも含めてですね、日本にとっては極めて将来に対して黒い雲をですね、抱かせるものであります。もう一点、時間ぎりぎりですが、お伺いします。私がブラジルに行ったときにですね、今から10年ぐらい前ですか、ベレンというところに来ました。ベレンはですね、これは日本人が入植者3世がいたりして、お会いすると日本人の顔をしている、そのベレンの人たちが
これはですよ、ベレンの総領事館がなくなるという話があって、もう大反対運動をしていました。なんとか残してほしいと。我々日系人がアマゾンの密林を伐採をし、入植をし、植林をし、そして場合によってはアマゾンの密林の中でブラックごと全部死んでしまったところもある。そういうことをやりながら、この地域に日本人の入植が行われた。そのシンボルであるベレンの総領事館がなくなるのはとんでもないと、こういう話でありました。圧倒的なそういう声があって、そしてこのベレンの総領事館は違う形で、細々とは言いませんが残ることになった。しかしこれも明らかに後退であります。この質問はまた次回にも行ってまいりますが、私はですね、こういうふうな、まあ、アメリカという古代ローマで言えば古代ローマ帝国の元老院みたいなもんですよ。ここは抑えなきゃいかん。しかしそれぞれの地域におけるそういったこの日本人を支えようとする人たちを抑えなければいけない。そして日本の側に立って物事を判断し、日本の声を十分に耳を大きくして聞くような議員を、そして首長を、地方議員を、アメリカの中は少なくとも完璧にこれを育て上げる必要があるだろうし、それをまあ言ってみればですね、アメリカ以外の、まあ、インドネシアとかたくさん国がありますよ、日本にとって重要な。そこでそういう人たちを意図的に作るということをすることが、私は外務省に課せられた大きな国益上の、まあ、任務だと思っております。時間も参りましたので、大臣一言ご所見をお伺いしたい。林外務大臣、答弁を簡潔に願います。今おっしゃっられたように外交、まあ、先日めれば人と人との関係が基本であると思っておりまして、この日本に対して理解とそして共感を持っていただける方をなるべく増やしていく、これは大変基本的に大切なことだと思っております。以上で終わります。予算を獲得して頑張ってください。次に神谷